中山道のたるい一律化アルゼンチンのプエルトデセアドの南にあるカイズカズカとはその周囲の地面より、こんもりと丸く盛り上がった場所を指し、具体的には何かが集積、堆積した盛り上がりや、小さな山や、丘や古墳などである。または、それらの場所や、特別な意味のある場所に、建立された石像や木像などの祠や、塔や石踏みなど、 遺跡としての塚は古墳、塚山、墳休棒参照。その他の人工的な地盤の盛り上がりは、土類、森土を参照。墓とも解釈されるが、必ず牛も意外が埋葬されているとは限らず、生物にも限っていないことなどから厳密には区別される。通常の家系や古種が守り伝える私的な墓ではなく、広く万人が弔うような墓を指し、 祖霊信仰の枠組みから外れてしまうような、縁故のない者の,の御霊を祭った墓をギツカと特別に、呼称した。一方で不特定多数の縁故のない者の,の御霊だけで、なく、無念を持って死んだ有力者などを積極的に祭り、塚をうて番人が、鎮魂、信仰した側面もある。古墳時代の朝廷や、豪族の墓とされる古墳も、 その形状からだけでなく万人が慰霊したことが、名称につかが多く用いられている理由とも考えられる。伏見なり大社のおつかの一つ、具体的には、日本の民間信仰である古神道に密教や道教の恩用五行思想などとの集合した様々な信仰において、祈願記念や、 感謝や、異例の記念として、多くは土を小高く持った上に建立した自然のままの、岩や、祠や石塔などの石踏みである。古神道に由来する観念として、無念を持った者の魂が神霊となり、荒ぶる神にならぬよう祀ったものでもあり、古神道の根幹をなす、万物に神や命が宿るという観念から、感謝や祈願を込めて、器物や生き物を祀ったものでもある。 猿石、三能権限と、女小事記は、イザナギとイザナミが、常よから逃げ返る時に、鬼神の追っ手を防ぐために、千因岩を結界として用いたことと、岩坂が結びつき、結界の神である、才の神が生まれ、塚が結界としての意味を持つようになっていき、岩倉信仰から派生したと言われる石像を、主としたものになっていった。猿田飛を騙し、 ニニギの御子との道案内をさせ、後に夫婦となった、雨の渦めの神話から、苦心という、道の神が生まれ、妻の神と合わせてこの二つが集合し、道祖神信仰となり、この道祖神にとなっていった。道祖神信仰は、旅の無事を祈願した、田向け神とも集合し、一律家や峠の塚など、集落から離れた場所にも、塚が混流されるようになった。が違うものもあり、 様々である。例として、姫塚は、古墳の名称である塚と、とある姫が亡くなったことを記念した、姫塚がある。項目の分類も便宜的なものであり、密教塚のように信仰に関わる記念としての、側面を持つものや、クジラ塚のように感謝だけでなく異例の側面を持つ、ものもある。古来から日本では、神羅万象に、神霊や命が宿る、考えてきた。 これは、文化人類学におけるアニミズム論でも言われるように、世界中の初期文明において、押し並べて、自然発生的に生まれた信仰と同じくするものである。古神道ともいい、その起源はわかっているだけでも、縄文時代まで遡り、縄文神道とも言われるが、封建社会を経て近代化してもなお、このような原始宗教とも言われる、世界観を持ち合わせる国は少なく、 塚の根流は、日本独特に育まれてきた観念からの祭礼でも、ある。巧妙な人々の足跡や業績に対し、敬意や辛望から立てまつったものや、人々の安寧を願い、ある信仰や、思想のオルフの象徴として混流された塚である。福岡市東区東島の猛小塚古神道や、神道において、神霊は二つの要素を持ち荒見玉、ま、和見玉ともいい。 荒れ狂う時と、和やかな、落ち着いた時があり、かと服をもたらすと考えられている。また、それ信仰や、自然崇拝から、無念を伴って亡くなった生命は、荒見玉になり、かをもたらすこともあると考えていたので、そのお玉城として塚を建立し、異例してきた歴史がある。祭りの本来の漢字の意味は異例である。室町時代の頃から、蛍工業の発達により、 都市部を中心に消費社会の傾向が出始めていた。それまでは自然崇拝や祖霊崇拝であった観念が家畜や器物にまで及び物を粗末にしないようにとの思いから不送信などの心霊の観念が生まれ江戸時代まで引き継がれた。そして昨今の研究によれば江戸時代は世界で例を見ない主弦還元社会であったと言われている。 古神道の世界観は、現実世界としての現世と、神域や神の国や、死後の世界としてのとこよ、に分かれており、神奈美や、岩坂やひもろぎなどは、その神域との端境であると考えられ、結界としての締め縄が張られ、時には、金足地ともなった。場所だけでなく、大間土器や牛蜜土器のように、ついたちの時刻にもその、神域へ誘う。 は境があると考えられた。これらが時代を経るに従い、道の形状の特徴的な峰や峠や坂や時には橋や門や村境や町境などの集落の境界や、道の交差する辻なども、その新域とのは境と考えられた。長野県軽井沢町の道祖神も、ともとは、道に迷わないようにと作られた道標でもあるが、 集落に災いが及ばないようにとの思いからの結界でもある。同時に、旅や道すがらの安全を願って建立された塚や、それに類する石造りの像が今日でも信仰され、路傍にひっそりと佇んでいる。入山県や山の貴族や村境や町境をめぐって紛争があり、人々の無念の思いや被害があったことや、その場所が、 いわゆる神域などの神聖な場所であったことから、そこに宿る神や紛争で命を落とした者に対して祀った塚が日本各地に存在する。基本的には何かが集まった状態で人や生き物によって気づかれる小山も塚といった。水塚も見方を変えれば緊急時のための食料を集積した貯蔵庫であるし、密教塚も宗教的な意味合いもあるが、 貝塚と同様に残止の集積でもある。ヨーロッパモグラのモグラ塚塚の類例その他の塚ありがとうございます。